はいどうも、ミニマリストたけるです。本日もラジオ形式で動画を撮っていきたいと思います。本日の動画のテーマはお金が貯まる人が捨てた思考についてお話をしていきたいと思います。ぜひ家事をしながらだったり移動中に聞いてください。もしパパッと聞きたい方は 1.5 倍速、2倍速がおすすめです。で、本題に入る前にちょっと告知なんですけども、こちらですね、第1作目、第2作目の本を出版しておりまして、大変ご好評いただいております。先月、先々月と重版もさせていただきました。まだ読んでない方、買ってない方がいましたら、この動画の下にある概要欄に詳細のリンク貼ってありますので、ぜひそちらからご購入いただけたらと思います。そしてもう2点告知がありまして、1点目はブログですね。これもつい先日解説させていただきまして、動画の内容をまとめたものが数日後にね、文章化、記事化されますので、そちらで復習したい方、確認したい方は、これも動画の下にある概要欄に詳細のリンク貼ってありますので、そちらからブログのチェック、フォローお願いします。最後もう1点はこちらです。9月に大阪でミニマリスト交流会開催しますので、興味のある方、参加したい方はコメント欄をチェックしてみてください。ということで、ここからが本題ですね。改めまして、本日の動画のテーマはお金が貯まる人が捨てた思考についてお話をしていきたいと思います。ざっくり20個ご紹介いたします。僕自身が今までに捨ててきた、手放してきた考え方とか価値観とか思考ですね。で、逆に今回ご紹介する価値観とか思考を昔僕自身は持っていたから、お金がね、昔はたまらなく貧乏だったのかなって思うので、ぜひ皆さんにも反面教師にしていただきたいなというふうに思いますので、ぜひね、最後まで動画をご覧いただければと思います。早速一つ目から参りたいと思います。お金が貯まる人が捨てた思考、一つ目はそのうち貯まるという考えとか、収入が上がればお金が貯まる、増えるっていう発想、思考を手放してよかったなっていうふうに思います。そのうち貯まるという考えとか、収入が上がりさえすればお金が増えるんだけどなっていう、まあ言い訳というか発想は手放してよかったかなっていうふうに思います。やはりその現実逃避している、まあ、文言だと思うんですよね。まあ、そのうち貯まるとか、いつか収入が上がればと思ってるうちって、やっぱりお金も増えないし収入も増えなくて、もう今すぐ行動しないと、今すぐその課題問題を解決しないと、もう一向に増えていかないわけですよ。だからそのうち貯まるとかじゃなくて、今すぐ貯まるようにその家計簿をつけるとか、見直していくとか、例えばそうですね、まあいろいろ節約できるところはないか探してみるとか、転職をちょっと検討してみたり、引っ越しを検討してみたり、副業できないか検討してみたり、まあ、そういうふうに動いていく人だけが、まあお金が貯まったり収入が増えていくのかなっていうふうに僕自身は思ったりとかもしますね。昔はね、まあそのうち貯まるでしょっていうふうに、まあ安易に考えていて、まあ現実そんな甘くないんですけど、まあそういうふうに考えていたりとか、まあいわゆる若い時って本当社会知らなかったから、まあ、年功序列でね、年を重ねるごとに、まあのらりくらり生きていても年収上がるっしょみたいな感じで生きていたんですけども、まあ、全然収入上がらないし、まあ、社会人2年目3年目の時にそれに気づいて、いや年収というか、まあ月々の手取りの給料が5000円しか変わらなかったんですね。1年経った後、入社2年目になった時に給料上がるんですけど、まあ、5000円しか上がらず、でまあ、年収にしたら、まあ、多分5万6万とかですもんね。でボーナスとかも、まあ、1年目だからしょうがないですけど、夏のボーナスとかもね1万円で、まあ、その分インセンティブが結構高かったんですけど、あ、これ年重ねてもなかなかきついなって思ったりとか、まあ、同じ会社に続けても、まあ、収入上がればって最初は期待してたけど、なかなか厳しいのかなっていうその現実を突きつけられて、まあ、ちょっと社会の見方というか、働き方、仕事とのまあ向き合い方、捉え方が変わっていきました。まあ、そこからねまたいろいろ苦労はあるんですけど、やっぱりそういうね、あの現実と向き合ってきたからこそ、まあ、いつか貯まるとか、いつか収入が上がればっていう淡い期待はもうやめて、もう今すぐ節約してお金を貯めるとか、今すぐ働き方をちょっと見直そうとか、まあ、将来のことについて考えて、まあ、プランをね、1年後はこうしようとか、転職しようとか、副業しなきゃだなとか、もし起業するのであれば、例えばこれぐらいの年に起業しなきゃいけないから、それまでにこういう人
実績を積み上げとかなきゃいけないなとか、こういう知識スキルを勉強しておかなきゃいけないなみたいなことはよくよく考えていました。なので今皆さんの中にもですね、もしそのうち貯まるだろうとか、収入が上がれば貯まるんだけどなとか、まあ、そういう淡い期待を持っている方はですね、まあ、現実そんな甘くないので、もう今すぐできることから始めてほしいなと思います。2つ目、お金が貯まる人が捨てた思考。2つ目は、忙しいとかお金がないと言うだけ言って解決策を考えないということですね。忙しいとかお金がないと言うだけ言って解決策を考えないっていうのはもう手放してやめてよかったかなっていうふうに思います。これ結構多いんですよね。昔の僕ももう口癖のようにね、いや忙しいとか時間がないとか、いやお金がないんです、まあ貯金とかもね、まあ、数十万100万あったとはいえ、まあ、お金がないっていうのが口癖だったし、まあ、上には上がいるからだとは思うんですけども、だけど言うだけ言って、まあ、結局口だけになっていて、まあ、解決策を考えなかったから、時間がない人生生活、お金がない人生生活っていうのが、まあ、しばらく続いちゃったのも、まあ、そういうのが原因かなって思います。だから、まあ、さっきも言いましたけど、じゃあなんで時間がないのか、なんでお金がないのかっていうのをしっかり考えて、どうすれば時間が増えるのか、お金が増えるのか、何に時間が奪われているのか、何にお金が奪われているのかっていうのをしっかり分析して、でフィードバックして、実践して結果を出して、でその結果も成功することと失敗することあると思うので、またその結果をフィードバックして分析して、でまた行動に移してっていう繰り返しでやらないと、一向にその時間がない、まあ、忙しいとかお金がないっていう問題は解決されませんので、はい、もしね、あの忙しいとかお金がないを口癖にしてる場合は、その原因をまず探って分析をしてみると、じゃあどうやったら今度は時間お金にゆとりが持てるかなっていうのを考えて、じゃあその目標を立てて逆算して、ちっちゃな目標からちょっとずつ積み重ねていくっていうのは大事じゃないかなって思います。続いて3つ目、これは僕自身が皆さんに強く言いたいことなんですけど、お金が貯まる人が捨てた思考3つ目、老後は年金に頼るという考えを手放してよかったかなと思います。おそらく皆さんのほとんどは老後年金に頼っている方結構多いんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、今でこそ、まあ、僕自身ね、こう言うと、いやあなた年収高いからでしょとか、まあ、貯金がたくさんあるからでしょって言われるかもしれないですけど、結構僕昔からそういうふうに思ってたんですよね。もう年金は当てにならんと、まあ、それこそ、まあ、本当かどうかは別にして、結構メディアとかでも騒がれてきたじゃないですか。年金が2000万円足りませんとか、その老後資金でね、あの年金だけだと2000万円足りなくなる試算が出ましたとか、まあそれでね、あのメディアでなんかその若者が炎上させたりとかねっていうので、あ、年金に対して僕自身はネガティブなイメージを持って、あ、これ国に頼りすぎるのも良くないなっていうふうに思ったんですよ。いい意味で僕自身は国にも依存せず、一人でちゃんと老後資金を蓄えられるようにしなきゃいけないなっていうふうにはずっと思っていて、まあ、当時はね、その解決策とかも全然分かってなかったんですけど、まあ、今でこそ思うのは、しっかり将来のことを考えて、これからね、少子高齢化で、まあ、子供が少なくなり、で高齢者がどんどん増えていき、まあ、ご高齢の方一人当たり面倒を見る若者の人数がどんどん少なくなってるわけですよ。ちょっと今定かなデータではないですけど、今ね、ご高齢の方一人に対して、その若者、その働き盛りの方々が確か 5,6 人ぐらいで支えているっていう計算だったと思うんですけど、将来的には若者2人で老後を迎えられた人を1人を支えるみたいな感じで、もうかなり負担が、しわ寄せが来るわけですよ、若者に。って考えると、んちょっとどうなのかなっていう、まあ、不安をね、当時は抱いて、で僕自身は、まあ、当然そのお金のことも真剣に考えたし、収入上げておいた方がいいかなとか、まあ、あとは年を取っても働けるような働き方を若いうちに、まあ、構築しておこうと思って、まあ、それこそインターネットの世界、まあ、ネットの世界に飛び込んで、まあ、YouTube を発信したりとか、まあ、それがおかげさまで軌道に乗ってね、まあ、本とかも出版できたし、まあ、そういうふうに考えるいいきっかけになったなと思います。その国に頼らず年金に頼らないとしたら、自分はどうやって老後資金を構築すればいいんだろうみたいな発想になったので、ぜひ皆さんもね、将来もし仮に年金がもう本当にもらえないとしたら、どうやって老後を迎えるか、どうやって老後資金を調達するかっていうのを
考えてみてほしいなと思います。生活水準はどうするのかとか、まあ、生活保護についてちょっと調べてみるとか、まあ、お金を誰かから借りるのか、副業を始めるのか、ストック型の収入を構築するのか、まあ、人それぞれあると思いますけども、ぜひねそんな風に考えると一個、まあ、ワンステージ上の普段見えてなかった、まあ、世界が見えてくるというかアイデアが出てくるんじゃないかなって思ったりとかもします。続いて4つ目です。お金が貯まる人が捨てた思考、4つ目はいつかチャンスが来るという考えとか、まあ、いつかが口癖な人とかは、まあ、あまりお金が貯まらないので、貯まらなかったので僕自身そういうのはもう手放しましたね。いつかっていう言葉は基本的にはもう言わないようにしました。で結構、まあ、これお金関係関係なく、例えばいつか痩せるとかいつか片付けるとか、そういういつかばっかり言ってる人って、まあ、結果お金も貯まらないんですよね。そう、いつか増えるだろうとかね、いつかチャンスが来るからそれまでじっと待っておこうとか、いやチャンスは待ってても来ないよっていうことなんですよ。僕がよく言うのはやっぱり自分でチャンスをつかみ取っていかなきゃいけないと。理想の人生とか生活とか目標があるのであれば、全く動かないとその未来は一生来ないですよと。だからお金を貯めたいとか痩せたいとか片付けたいとかであれば、いつまでもその未来だけ思い描くだけ思い描いて行動しなかったらいつまでもそれは叶わないので、とにかく今すぐ動き出すっていうのは大事ですね。もういつかやるとかじゃなくて、もう今すぐやるっていうのが、まあ、お金が貯まる人の特徴かなっていうふうに思います。だからダイエットもしかり、片付けもしかり、貯金もしかり、転職とか引っ越しとかもしかり、いつかじゃなくて今すぐ動き出すと、できることからやっていくっていうのはすごく大事だと思います。そういう行動力がある人がどんどんお金も増やしていけるし、痩せられると思うし、お部屋が綺麗になると思うので、ぜひ皆さんもそんな風にやってみてほしいなと思います。続いて5つ目、お金が貯まる人が捨てた思考、5つ目は ATM でちょこちょこ引き出す習慣ですね。 ATM でちょこちょこお金を引き出す習慣はやめてよかったかなと思います。まあ、ほぼほぼ今でこそ9割ぐらいはね、もうキャッシュレスで決済できるんですけど、まあ、そうは言っても全く現金を持たないのは、まあ、なかなか難しいと。だから僕自身も、まあ、本当にごく稀ですけど、まあ、月に1回ぐらいはその食費をね現金で、まあ、妻にも買ってもらえるように、まあ、現金で用意するときにお財布に忍ばせるようで現金は引き出すんですけど、それが例えば予定外の出費とかあっちゃうと、まあ、ちょくちょくねその ATM で現金を引き出す習慣になっちゃうので、やっぱり手数料貧乏になっちゃいますよね。だからぜひ皆さんもなるべくキャッシュレスにしていただいて、まあ、クレジットカードないし、まあ、スマホ決済、まあ、スイカとかでね決済できるようにしていただいた方が手数料貧乏にはならないかなと。僕自身は実際キャッシュレスにして、ほぼほぼキャッシュレスで生活をしてるんですけども、本当に昔手数料貧乏になってたのでそういうのがなくなり、で決済もスムーズになったから、まあ、そこでストレス抱えることもない。であとプラスやっぱお店の中での滞在時間が長くなればなるほど誘惑に負けやすくなって、どんどん理性が働かなくなるので、もう余計なもん買っちゃうんですよね。そう、例えばレジ前のものを買っちゃったりとか、もうお店もね買わせようといろんな戦略練ってくるので、やっぱ買っちゃうんですよ滞在時間が長くなると。だからいかに効率よく目的なものだけをカゴに入れてすぐにレジに進んですぐに決済を済ませるかって、やっぱりお金を貯める上ではすごく大事なことだと思うので、ぜひねそんな風にやってみてほしいなと思います。とにかく ATM でのちょこちょこ引き出す、現金を引き出す習慣を極力なくせるようにしてほしいなと。まあ、例えば現金払いが必須の、ね、地域に住まれている方、ご職業の方もいらっしゃると思うので、きちっと予算を決めて、もうこの予算内で現金を垂らすようにする、もうちょくちょく ATM で引き出さないっていうのは大事かと思います。続いて6つ目です。これもたまにインスタとかツイッターとかで見かけるんですけども、ボーナスで補填すること、これをやめて僕自身は良かったですね。たまにその、ね、夏とか冬とかに、ね、ボーナスがまとまった大きい金額が、まあ、振り込まれて、でやっぱお金が貯まる人っていうのはほぼ、まあ、半分以上は、まあ、貯金に回したりとか投資に回してるんですよね。でもう半分は、まあ、引っ越し費用と か、まあ、なんか特別費、まあ、例えば結婚の資金とか、まあ、子供 その出産費用とか、まあ、例えば旅行費用に充てるとか、まあ、そういう目的のある、まあ、お金の貯め方だったりというか使い方をしてるんですよ。だけど逆にお金が貯まらない人ってどういう使い方をしてるかっていうと、やったーボーナスが入ってきたって言って、まあ、まずすぐにねボーナス祝いで自分へのご褒美で、まあ、なんかいいご飯屋さんに行ったりとか、あとは僕がよく見かけるのは
各家電系を買い直している人が多くてですね、いやこういう使い方したら絶対お金貯まらないだろうなって僕自身は思うんですよ。まあ、当然タイミングで本当に機能が劣っているような、まあ、各家電系とかだったら買い直した方がいいのかもしれないですけども、まあ、すでに僕たちってもう必要なもの、生活に必要なものもう揃ってるわけじゃないですか。だからこれ以上物を増やす必要性がないのにボーナスが振り込まれた段階でまた物を買ってしまうと、これは以上なんか無駄なことはないなって僕自身は思ってます。だから基本的にボーナスって臨時収入なわけなので、ないのと等しいぐらいに思って僕自身は貯金とか投資とかなんか目的のあるお金の貯め方使い方にした方がお金が貯まるんじゃないかなというふうに思ってますので、皆さんもぜひですね、あのボーナスとか臨時収入はないものとして貯金するとか投資に回すとかした方が結果お金が貯まるんじゃないかなと思います。で、物を買うとかであれば普段のご収入から使っていくのは大事かもしれませんね。あと、まあ例外として、まあ、もしボーナスを使う例としては、まあ、自己投資ですかね。何かその高額の、まあ、セミナーに行くとか、まあ、いきなり高額のセミナー行くのはおすすめしないですけども、まあ、何か機材を買う、仕事道具をブラッシュアップさせるとか、まあ、お金とか時間につながってくるようなものを買う、まあ、それこそ乾燥機付き洗濯機を買うとかでもまあいいかもしれないし、時短になるからでストレスも減るでしょうし、まあ、あとはなんか自動掃除ロボットを買うとか、まあ、仕事道具をブラッシュアップさせるとか、あとはまあ副業を始める時のその初期投資に使うとかですかね。あとまあ資格とかを取ってみるのもいいかもしれないですけど、個人的にあんまり資格取っても収入そんなすぐ上がるとも限らないし、まあまあそのあたりですかね。それでもはい、まあ、そういったところでまあボーナスをまあ将来のリターンにつながるようなことに使うのはいいんですけども、なんかその生活品、まあ消費とか浪費ですよね、いわゆるそういうところに使うのは僕は間違ってるかなと思って、そういうのはやめました。続いて7つ目です。お金が貯まる人が捨てた思考7つ目は、安いと聞くと遠くまで買いに行く習慣、これをやめてよかったなと思います。で、特にこれ女性の方、主婦の方に多いんじゃないかなと思うんですが、まあ、例えばチラシを見たりとか、まあ、お母さん同士のコミュニティとかでですね、まあ、ご近所さんのそのコミュニティで、あそこのスーパーこれが安いよって聞くと、まあ、遠くまで出かけて、まあ、安く買うっていうのもあるかもしれないですけど、僕自身それはね正直もったいないかと思います。で、まあ、これはよくラジオ動画で言ってることなのでさらっと流しますけども、例えば遠くまで行って安いものを買うとなると多分30分とか1時間はかかるわけじゃないですか、少なからず片道とか往復で。で、その1時間があったら、例えばアルバイトで1時間働いた方が、まあ、1000円ぐらい稼げるわけじゃないですか。で、大体1000円節約するって、まあ、なかなかできない人はできないですね、特に浪費家の方とか。だから、まあ、数十円とか数百円、まあ、1時間かけて節約するぐらいだったら働いて稼いだ方が結果的にお金は増えるよと。そういう場合はちゃんとその節約云々、十数円とか数百円の節約云々じゃなくて、時間を買う意味でも多少高くでも近くで買うっていう発想に僕自身はなりましたね。だから僕が普段よく考えるのは、まずは時間の価値を考えて、自分の時間の価値ですね、時給でもいいし何時間あたりいくら稼げるのかでもいいですけども、1時間あったらどれぐらいお金を増やせるのか考えていただき、じゃあその時間を費やす価値があるぐらい節約をした方がいいのかとか、まあ、単位時間あたりの、まあ、節約金額みたいなのもちょっといろいろ考えていただきながら、これは本当に節約する価値があるのか、時間をかける意味があるのかみたいな考えてやっていくと、よりお金も時間も増えていくかなって思います。で、僕自身はその数十円数百円節約するよりは時間を生み出して、それこそ本を読んだりとか自己投資をしたりとか副業のための準備をしたりとか、まあ、実際にまあ僕自身 YouTube 始めてこんな風に撮影した方が結果お金が増えていくので、まあ、細かい金額を節約するよりも、まあ、パパッと時短で買い物を済ませたりとか、まあ、やれることはパパッと済ませて稼ぐところにまあフォーカスをしたっていう感じですね。まあ、それがうまいこと軌道に乗って僕自身はお金が増えていったので、ぜひ皆さんもですね、あまりに節約に時間をかけすぎるのも考えものなので、まあ、実際どれぐらい時間がかかってるのかとか、もしくは時間を浮かしてその浮いた時間で稼ぐことに注力した方がお金が増えるのであれば、そっちに注力した方が、フォーカスした方がいいかと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。続いて8つ目です。お金が貯まる人が捨てた思考8つ目は、
成功者を特別な人間だと思うこと、これをやめてよかったですね。僕も昔そうだったんですけど、やっぱり例えば年収でめちゃくちゃ稼いでる人とか、資産額がね、それこそ20代のうちから1000万2000万円ある人、まあ、若かりし頃僕自身はすごいなんかもう特別な存在だと思っていたわけですよ。だけど、まあ、僕もしっかり全然特別な人間ではなくて、もうごくごく一般な人なわけですよ。最初なんてスキルもないし知識もない、もう僕らと何ら変わりのない人間だったところから、まあいろいろ勉強したりとか行動したりとかして、まあ、そこまでに至ったわけですよね。そうだから、もちろんね、天才肌というか、もう全然次元がね、元から違う人とかもいるかもしれないですけど、大体の人ってもう努力家の方というか、もう本当に昔は超貧乏で、でめちゃくちゃ努力して腹をくくって頑張っていった人が、まあ、結果を残してるんじゃないかっていうふうに僕自身はいろんな本を読んでね、いろんな人の話を聞いたりとか YouTube でいろいろ勉強したりとかして、まあ、そんなふうに思って、僕自身もそうなろうと思って行動したんですよ。だから、まあ、僕自身も全然大成功とまでは言わないですけど、まあ、やっぱりイベントとか行ったりとか、まあ、いろいろねコメントとかで、まあ、なんかなんとか先生みたいな感じで言われたりとか、全然僕先生じゃないですけど、まあ、やっぱりなんか神様みたいに扱われることもたまにあるわけですけど、本当に僕一般、ごく一般の人なんですよ。タレントでもないし芸能人でもないし、だから特別な人間だと思わず、普通にただただ勉強して行動して、たくさん失敗したけどそこでめげずに腹をくくってどんどん行動してきただけの人間なんですよね。だからぜひ皆さんも今ね、憧れの人とか尊敬する人とか、わこの人すごいな、めちゃくちゃ結果出してるやんと思って特別な人間って見るんじゃなくて、その過程を見てほしいなと。昔どういう困難があって、どういうトラブル問題があって、昔はどういう苦難に追い込まれていたのか、そこからどういうふうに行動していって今に至るのかっていう、そのプロセスというか、そういうのを見ていただくと、より皆さんの、まあ、参考になるかなと思ったりとかします。今の結果だけ見られても、うわすごいで終わっちゃうので、まあ、もちろん学べることはあるかもしれないですけど、そうだから僕自身はその今の結果を見るんじゃなくて、昔はどういう人でどういうふうに行動して、どういうことを学んできて今に至るのかみたいなのを、まあ、YouTube を見たりとか本で勉強したりとか、あと直接その人に会って話を聞いたりとかしてますね。そう、何ら特別な人って、特別な人間っていなくて、まあ名前は出せないですけどね、まあ、それこそ20代で資産が何億円とある人とこの前会ったりとか、まあ、年収がそれこそ5000万より上の人に会ったりとかしましたけど、話してみると本当に普通なんですよ。あのいい意味でも、やっぱりその人って努力してるし、やっぱ知識の差、情報の差、行動力の差じゃないかなって僕自身は思うので、ただただ自分が今まで怠けていて行動していなくて勉強不足だったから、やっぱその人とね差が生まれちゃったわけなので、そういう風に捉えていくと、まあ、僕の人生もしっかり皆さんの人生も一歩前に進めるんじゃないかなって思います。続いて9つ目は、お金の話は下品という刷り込み、これも手放してよかったですね。まあこれはよく言うことなのでまたさらっと流しますけど、昔僕自身貧乏だった時はお金の話をしたくなかったし、まあお金と向き合うのが怖かったんですよ。正直家計簿もつけてなかったし、借金もあったし、その収入が低いし資産もないから、まあ周りに言うのも恥ずかしかったし、まあお金の話をしちゃうとやっぱそういう話題振られるじゃないですか。今どれぐらい稼ぎあるのとか、貯金してるとかで、そういう話をしてなんか自分が惨めになるのも嫌だったし、そうだからお金の話が嫌な人って自分の弱点がそのえぐられるというか、傷口に塩を塗られる感覚が嫌な人が多いんじゃないかなと思います。たまにそういうコメント来るので、あ多分この方はお金が苦手というか、お金の話を振られたら嫌な人なんだろうなって思ったりとかはするんですよね。で今でこそ思うのは、やっぱりまあ自分の収入だったりとか貯金に、まあ、自信を持てるって言ったらちょっとあれだけども、それに安心できてる人って、まあ、全然お金の話が苦じゃないわけですよ。自信を持って、まあ、今これぐらい稼いでいて、これぐらいまあ資産があって、まあ、今こういう風なプランを立てているみたいなことで全然お話できたりとか、まあ、あまりねその明確な収入とか資産額公開するのはちょっと防犯上の理由とか、まあ、いろいろ嫌味買ったりとかするから言わない人もいるかもしれないですけど、まあ、全然お金の話をすることは結構好きな人は多いです。お金が増えやすい人は特に。なので
まあこれは日本的な風習というか文化だから仕方のないところはあるかもしれないですけども、自慢とか云々ではなくて、お金の話をしっかりしてお金と向き合って、まあ、家族でね、今後の貯金プランを考えるとか、お金の使い方を考えたりとか、まあ、将来こういうお金がかかってくる、だからどうしようっていうのを話したりとか、まあ、当然お友達とも、まあ、今どういうことを考えているのかとかね、お金に対してどう向き合っているのかとか、どういうところにお金を使っているのかとか、そういうのは情報交換若い時からしておくと、結構、まあ、年を重ねた後、まあ、40代50代60代迎えた頃にはやっぱりいい結果になってるんじゃないかなと、お金と向き合った分ね。だからぜひ皆さんもお金の話は下品という刷り込みは手放してほしいなと、もうどんどんお金の話をしてほしいなと思います。ただ、まあ、相手にね、その資産額聞いたりとか年収聞いたりとかするとやっぱり嫌がられることはあるので、まあちょっと質問の仕方はね、ぜひよく考えてみてほしいなと。まあ例えば投資をしてますかとか、例えばお子さんがいらっしゃる方であれば、まあ、習い事関係のこととか生活費の節約の仕方とかね、まあ、そういうところだったら話しやすいのかなと思ったりとかもします。続いて10個目はあれもこれも手を出すことですね。お金が貯まる人が捨てた思考、10個目はあれもこれも手を出すことをやめてよかったかなって思います。やはりですね、昔僕がお金がなかった時っていうのは、まあ、当然そのいろんなすごい人を見てきて、あれもやらなきゃいけないんだ、これもやらなきゃいけないんだっていう風に、もういろんなことに手をつけてたわけですよ。だけど一向に結果が出ないと、一向にお金は増えなかったので、あこれは何かやり方違うのかなと思って、まあ、その時ぐらいには僕自身はミニマリスト生活を送っていたので、あこれやることとかそのタスク管理、時間の管理とかもミニマリズムを取り入れて、まあ、とりあえず一点突破でやらなきゃいけないんじゃないかなと思ったのがきっかけで、僕自身はとりあえず YouTube をやろうと、で他のことはもうどうでもいいからとりあえず YouTube で結果を出さないと何も始まらないなと思って、僕自身はあれもこれも手をつけてきたことを全部手放して、もう YouTube 関係のこと、それこそ発信することの勉強とか、あとはまあ片付けとか断捨離とか、あとはまあ精神的な、まあ、メンタルケアとか、まあ、そういうのを今まで勉強してきたから、そういうところに特化して発信しようみたいな風にしました。いろいろね、過去にはまあビジネスのこととか、あとは英語とか野球のこととかでいろいろ勉強してきましたけど、あれもこれも手を出しちゃうと結局自分は何がしたいんだという風になっちゃうし、まあ、結果何にもね、全てが中途半端になっちゃうから、あれもこれも手を出すんじゃなくて、何で一番結果を出したいのか、成果を出さなきゃいけないのかっていうのを考えて一点突破でやる、これがすごく大事じゃないかなと思います。で、一個何かしらで結果が出れば、それと連動して発生してまた別の事業がね、立てられたりとか、収入源がね、別のでできたりとかするから、まずは一個何かで結果を出す、実績を生み出すっていうのは大事じゃないかなって思います。なので、まあ、僕の YouTube チャンネルとかでもですね、まあ、最近だと片付けの話をしたりとか、貯金の話、節約の話、投資の話をよくしたりとかするので、その全部いきなりね、取り掛かる人とかいらっしゃるんですけども、まずご自身の現状を考えていただいて、まず何をしなきゃいけないのか、何から取っかかった方がいいのかっていうのを考えて、まずはそこに集中した方がいいと思います。なので例えばあくまでこれ例ですけど、まずはお部屋を片付けようと、でお部屋をすっきりさせるために行動して、で例えば物を何千個捨てるとかしてお部屋をきれいにさせた、まあ、それも一つの実績、結果だと思います。でその上で例えば人間関係をちょっと見直してみようかなとか、転職しようかなとか、働き方を変えてみようかなとか、副業を始めてみようかなみたいな感じで、一個ずつ問題課題を解決していった方が、結果遠回りなようで近道なのですぐに結果出ると思うし、通常よりはね、遠回りするより、あれもこれも手をつけるより結果すぐに出ると思うので、まず一個ずつ何から取り組まなきゃいけないのか、目の前の課題は何なのかっていうのを明確にして、あれもこれもやるんじゃなくて、もうこれだけ解決すると、この1ヶ月間これだけに集中するみたいな感じでやった方が結果も出るかと思いますし、お金も増えていくかと思います。続いて11個目です。お金が貯まる人が捨てた思考、11個目は人気なところを狙ったりとか、まあ、流行に流されたりとか、ライバルが多いところを狙うっていうのをやめてよかったなと思います。まあ、これは結果論かもしれないんですけど、まあ、僕自身はすごく YouTube をやってよくて、まあ、それがやっぱり人気なところじゃなかったからなんですね、 YouTube っていうものが。やはり
ミニマリストで発信してる人ってブロガーが多かったりとかしたんですけど、一回僕自身もブログしたんですけど全然うまくいかなかったわけですよ。フォロワーも確か数ヶ月やって30人ぐらいしか増えなかったんですよ。もう全然減りもしないし増えないしみたいなところでずっと一定だったんですよ。でこれ勝てないなと思って、で YouTube をちょっとやってみようってなって、で当時ねミニマリストで発信してる人とかって全然いなかったから、もう今でこそ多分何百人と発信してる人いると思いますけど全然いなかったから、それが構想して、まあ、人気が出ていったというか、まあ、軌道に乗ったんですよね。だから今でこそ思うのはやっぱりブルーオーシャンのところを狙った方がいい、レッドオーシャンで競合他社が多いところを狙っちゃいけないなと、他の人がやってないことをやらなきゃいけないなって僕自身は、まあ、ビジネスの観点というかその稼ぎ方の観点で思いましたね。そうでこれ今はお金の話仕事の話ですけど、例えば、まあ、物を買うにしても、まあ、流行とかに乗っちゃうと、まあ、その他大勢と一緒になっちゃうじゃないですか。やっぱりそういうお金の使い方、時間の使い方をしちゃうと、まあ、その他大勢と同じような人生を送る羽目になっちゃうわけですよ。いわゆるお金がない、収入も増えないみたいなね感じになっちゃったりとか、もうどんどん問題が課題が出てくるような人生になっちゃうので、そうじゃなくてもう流行とか関係なくて自分に必要なものは何なのかっていうのを、まあ、100個から200個ちゃんと明確ができれば、片付けとかを通してね、あ自分はこれだけのもので幸せに生きれる、十分生活できるというものが分かれば、わざわざそんな流行をリサーチしなくても、流行のものが何かって分からなくても全然生きていけるわけじゃないですか。だからごくごく一般の方々と時間とかお金の使い方がまず変わるわけですよね。そうすると視野もどんどん広がっていき、どこがレッドオーシャンでどこがブルーオーシャンなのか、他の人が何をしていたいのか、ここは自分だったら勝てるっていう、まあ、分野とかその場所が分かるわけですよ。環境とか見えてくるわけですよ。もちろんすぐには見つからないかもしれないですけど、だからそのライバルが少ないところを見つけるのがやっぱ若干ミニマリストさんって上手くなるのかなって思ったりとかもしました。だから、まあ、お金も貯まりやすいし、投資をしてそれこそ10年後20年後セミリタイアとかファイアする人も続出するでしょうし、まあ、転職がうまくいったりとか、まあ、収入が上がったりとか資産が構築できたりとかするんじゃないかなと思ったりとかもしますね。そうだからぜひ皆さんもその他大勢から抜け出せるようにしてほしいし、まあ、人気なところを狙うとかライバルが多いところを狙うんじゃなくて、その他の人がやってないことをしていくっていうのはすごく大事じゃないかなと思います。とにかくその他大勢から抜け出すっていうのが大事っていうことですね。続いて12個目、お金が貯まる人が捨てた思考12個目は夜型生活、そして帰ったらすぐにテレビをつけるという習慣をやめてよかったなと思います。でもちろん夜型の人もいれば、遺伝子的に夜型の人もいれば朝型の人もいると思うんですけども、あくまで実体験でちょっとお話をさせていただくと、夜型生活の時って何にも生み出さないんですよ。ただテレビを見るだけ、時間を潰すだけ、スマホを見るだけで何ら生産性のない行動がもうほぼ 100% だったわけですよ。家に帰ってで音がないと寂しいからすぐにテレビをつけて、でちょっと仕事で疲れたらダラッとして、で、まあ、ご飯を作って食べて食器を洗ってでお風呂入ってでまたスマホとかテレビをバーッと見てですぐに寝るみたいな、何にも生産性ないじゃないですか。何も生み出してないじゃないですか。だから夜型になるとやっぱそういう生活になりやすいので、そういうダラダラした生活はもうすぐにやめて、もうご飯食べてお風呂入ってすぐに寝て、で朝早く起きると結構朝って有意義なので静かだし誰にも邪魔されないから、例えば読書をしようってなったりとか、お散歩をしよう、ストレッチをしよう、筋トレしようっていう風に何かその生産的な行動を生み出しやすいんですよね。だから夜ダラダラして何も生み出さないよりは朝早く起きて、まあ、健康を重視した生活習慣ルーティンにするでもいいし、副業をするでもいいし、だから結構僕の知り合いの、まあ、経営者さんとか、まあ、フリーランスの方って朝方が結構多くて、まあ、筋トレしたり散歩してたりとか、副業、まあ、本業は会社員で朝一で副業して、それこそ副業だけでももうね、月100万とか200万稼いでる人がいても会社員辞めてもいい人なんですけど、まさにそういう風にやってたりとか。そうだから結構朝型人間って生産的な活動をする人って多いなと思うので、そういった意味でも夜型生活から朝型生活にした方がよりお金が貯まるんじゃないかなって思ったりとかもします。で
あと皆さんにお伝えしたいのは、夜帰ってテレビをつけるぐらいだったらもう本を開いてくださいと。もうテレビはもう捨ててしまってもいいぐらい、もうとにかく家に帰って、まあ、夜型生活をやめられないのであれば、テレビをつけるんじゃなくてパパッとご飯食べてパパッとお風呂も済ませて、で本を開く習慣にした方がより生産的だし、見返りが来ますよね、将来リターンが来るというか自己投資になるので、まあ、そういう時間の使い方が大事じゃないかなと思います。続いて13個目、お金が貯まる人が捨てた思考13個目は、汚いデスク周りをやめてよかったかなと思います。まあ、デスク周りもそうですし、テーブル周りもしかり、スマホとかパソコンとか、まあ、iPad とかのデスクトップ画面、これの汚さをやめてよかったなというか、やっぱりそのデスクトップの中だったりとか、あとテーブルの上って自分の頭の中と一緒なわけですよ。つまり何が言いたいかっていうと、テーブルの上がごちゃごちゃだったりとか、職場のテーブルの上もしかり、あとはスマホの中の、まあ、アプリだったりとか iPad とかパソコンとか そのデスクトップ上のね、そのまあなんかアプリもそうだし、何かアイコンみたいなのがバーッとある人って頭の中もごちゃごちゃなんですよね。だからそこを整理整頓しない限り、自分の考えもまとまりにくいと思うし、いいアイデアも出てこないと思うし、なんかその余計なことに思考が奪われちゃうじゃないですか。あれどこ行った、これどこ行ったとか、まあ、そういう探すことも多くなるでしょうし、余計なことに時間とエネルギーが取られちゃうと。だけどやっぱりその机が常に綺麗になっていて、まあ、スマホの中もすごいスッキリしていて、パソコンのデスクトップもすごいシンプルだと、いい意味での余計なことというか、生産的なこと、例えば今抱えている問題というか課題をどうやって解決したらいいかとか、どうやって利益を出そうかみたいな、そういういい発想アイデアがたくさん見つけられるわけですよ。そういうことに時間とお金が、そしてエネルギーがかけられるから。だからぜひ皆さん、汚いデスク周り、デスクトップだったらもうすぐに整理整頓した方がいいです。はい、今すぐスマホとかパソコンとか iPad 開いていただいて、もう使ってないアイコンとかアプリはすぐに全削除して、でテーブルの上も基本的には何も置かないようにした方が、生産性も効率もアップするかなと思います。頭の中もクリアになってね、思考もクリアになって、創造性が膨らむんじゃないかなと思います。続いて14個目は、これあんまり僕の師匠さんいないかもしれないですけど、酒とタバコとギャンブルに溺れること、これはやめてよかったなと思います。まあ、僕もともとギャンブルはしてないし、タバコも吸ってないんですけど、お酒はちょくちょくありました。まあ、今もね、たしなむ程度には飲んでますけども、やはり何が良くないかって、お酒とタバコとギャンブルって依存性がかなり強いと、で現実逃避をしている証拠なんですよね。だから基本的にその自分がね、今やらなきゃいけないこととか課題とか問題とか、そういうのを先延ばしにしちゃう要因でもあるので、まあ、お酒飲んじゃったらもう夜何も行動できなくなっちゃうし、睡眠の質も下がるっていうデータも出てるし、でタバコとかも1日何本も吸ってたら、まずその喫煙所まで行くのにも多分5分10分かかって、まあ、往復で多分数十分かかりますよね。でさらにタバコ吸ってる時間、これもまあ多分5分10分かかってるから、時間がどんどん奪われていきます。でさらにはその喫煙所周りに集まる方って結構談笑したりとか、結構無駄話が多かったりとか、まあ、もちろん仕事の話して生産的な人とかもいるかもしれないです。基本的に雑談だったりとかになっちゃうじゃないですか。でさらに税金もね、タバコ税高くなったって聞いてるし、まあ、お金も当然かかります。で健康もどんどん害していく、医療費も高くなる、さらにはまあギャンブルしてる人なんかはね、どんどんお金がつられていくわけじゃないですか。だからどんどん問題が大きくなるし、お金もなくなる、時間もなくなるで、いいことないので、あんまりやらない方がいいなと。まあお酒だったらね、まだ付き合いとかでいいかもしれないですけど、まあ、タバコとギャンブルに関してはすぐやめた方がいいですね。タバコだったら禁煙外来に行くとか、まあ、何かね、あの禁煙に成功した人にいろいろアドバイスもらったりとかするのはありだと思いますし、結構そのタバコギャンブルお酒に逃げる方ってメンタル面が結構問題だと思うんですよ。ストレスがすごい溜まっていたりとか、何かすごい我慢してるものがあったりとか、その海を出さない限りは、酒タバコギャンブルってやっぱ楽しいし、めちゃくちゃそのドーパミンだか、そのいいホルモン、快楽ホルモンが出るので、やめられないと思うんですよね。だからまずは、まあ、現実と向き合うのが嫌かもしれないですけど、向き合って何が原因か、ストレスの原因、一番の原因は何かで、それをやめられたら結構ね、酒タバコギャンブルはやめられるかもしれないです。続いて15個目ですね、お金が貯まる人が捨てた思考15個目は、
過去の栄光と成功体験、これを手放してよかったかなっていうのはあります、まあ、過去の栄光については、まあ、ずっとねそこにすがっていても執着していても、まあ、何も未来が始まらないというか前に進めないから、まあ、手放した方がいいですよっていうのは、まあ、前々からねラジオ動画でも言ってきましたけども、成功体験に関してはなぜかというと、やっぱりその時代って常に変化するものじゃないですか。だから今成功してるからといって未来必ず、ね、継続して成功できるかっていう、まあ、確証はないわけじゃないですか。だから時代の流れに応じて、人の動きに応じて、やっぱりその成功体験とかその成功できた手法とかやり方っていうのも、その時代の流れとともに変化させていかなきゃいけないと。変化させていける人、変える勇気がある人が多分お金を増やすのが上手なんだなって僕は思ってるんですよね。僕自身もねまだ30だから一概に言えないかもしれないけど、例えば10年前、20年前に一発当ててガツンと稼い でその成功のノウハウをずっと継続して、売り上げをずっと継続してる人多分いないと思うんですよ。おそらく何らかの新しい新企画を作ったりとか、まあ、新規事業を立ち上げたりとかして、とにかくその企業がね存続できるように、利益を上げられるように、利益を保てるように多分動いている企業が多分10年20年と生き残ってるんじゃないかなって思うわけですよね。そうだから何が言いたいかっていうと、何か実績を上げたりとか収入が上がったりとか売上が上がったからといって、そこで、まあ、天狗になるんじゃなくて、その利益とか売上とかを継続できるように、まあ、時代の流れとともにね、ともに変化していく、これがすごく大事じゃないかなって僕自身は思っています。もちろんすぐに変えることは難しいと思うし、まあ、当然今のやり方でうまくいっているのであればそのやり方を継続する必要性もあるとは思うんですけども、やっぱその時代の流れとか動きとか人の動きとかもちょっと観察しながら、まあ、予測しながらね、今後こういう風になるんじゃないかとか、あとはまあ危機感を持ちつつ、もしかしたら半年後1年後は、まあ、例えば収益が剥奪されるかもしれないし、利益が半分になるかもしれないって危機感を持ちながら動いていく、副業をまた始めたりとか新規事業を立ち上げたりとかするっていうのは大事じゃないかなと思ったりとかもします。なので僕自身も正直ね、その成功体験だったりとか、まあ、成功できたその手法とかを手放すのはめちゃくちゃ苦しいし、まあ、間違いなく、まあ、その手法を手放したら、まあ、売り上げとか下がることの方がほとんどだと思うので怖いんですけど、でもやっぱ手放さないと変えられないじゃないですか。だからその変える覚悟があるというか、腹をくくれた人間が、もちろんね失敗する人もいるかもしれないですけど、継続的に成功できる人ってそういうね何回も何回も手放してきた人じゃないかなって僕は思ったりとかもしています。はい、なので、まあ、皆さんの中でもし仮にその今まではうまくいっていたけどなかなかうまくいかなくなってきたなって思った場合は、その成功のノウハウを手放す必要性があると思うので、一度ね計画を立てたりとか、今成功してる人にいろいろ話を聞いたりとかするのもいいと思うし、今まさにもう波に乗ってる人の本を読んだりとか、そういう風なやり方がいいんじゃないかなと思ったりとかもしています。続いて16個目です。まあ、先ほどの話に近いかもしれないですが、お金が貯まる人が捨てた思考。16個目はリスクを取らない人生、そしていつも同じ生活、マンネリ化した生活は手放してよかったかなと思います。まあ、先ほどの話とつながってきますが、やはりリスクを負う覚悟がないと人生は変わりませんと。まあ、いつもと同じ結果しか出ないですよね。だから何かチャンスをつかみたいとか成功をつかみたい、それこそお金を増やしたいとか時間を作りたいってなったら、何かしらのリスクを取らないとやっぱ変わらないわけですよ。でどういうリスクかっていうと、例えば転職をするのもやっぱり一つリスクだと思うし、まあ、例えば会社員からフリーランスになることもやっぱりリスクは伴いますよね。さらには環境を変えること、職場環境もしっかり住環境、まあ、引っ越しとかもやっぱりお金が一時的に減ったりとかもするし、例えば生活水準をね、例えば半分ぐらいに下げたって、まあ、収入も同時に下がったら、まあ、当然カツカツな生活で続く、まあ、リスクもあるでしょうし、あとは投資をする、インデックス投資をするにしても、まあ、ローリスクとはいえどやっぱり少なからずリスクはつきものだし、まあ、暴落することもあるし、資産がねそれこそ 50%、80% 減ったりとかすることもあるから、やっぱり挑戦とか新しいことを始める上でやっぱりリスクはつきものだと。そこにいかに覚悟を持って挑めるかって大事だと思うんですよね。当然そのリスクは最小限にできるように行動した方がいいとは思うんですが、リスクをゼロにすることはまあできないと思います。やっぱり人生を変えられる人って少なからず何かしらのリスク
を抱えながらね腹をくくって挑戦した人だと思うので、まあ、そういった意味でもやっぱ特別な人間なのかもしれないですけど、やっぱり勇気を持てるかどうかってすごく大事じゃないかなって思いますね、そのあたりは。だから今の生活にちょっと退屈さを感じていたりとか、まあ、マンネリ化だなと思っていたりとか、あとはなんか人生変えたいんだけどなんかモヤモヤするとか、動き出したいけど動き出せないっていう方は、そのリスクに対して多分恐怖心を抱いてる方が多いと思うので、じゃあいかにリスクを下げられるか、今できることは何かって考えていただいたりとかするのは大事じゃないかなと思います。あとはもう本当に勇気ですね、一歩踏み出す勇気、変える勇気があるかどうかじゃないかなと思います。はい、続いて17個目です。お金が貯まる人が捨てた思考17個目はいい人を演じることですね。これを僕自身やめてよかったです。まあ何が言いたいかっていうと、八方美人になることはやめてよかったっていう感じですかね。人にいい顔をすることはやめて、まあ、ありのままの自分をさらけ出したりとか、今の自分の価値観とか考え方とかを、まあ、ストレートに伝えたりとか、まあ、言いたいことは言う、まあ、なるべく我慢しないとかね、まあ、そういうのは意識してきました。でなぜかというと、やっぱりその 100% の人に、100人いたら100人の人に好かれるってまあ難しいし、そこに時間とお金を奪われたりとか、なんかそのあれこれ気を使いすぎて自分が悩んじゃうと元も子もないというか、なんかもったいないなと思うんですよ。まずは自分の人生に全うしたいなとも思うから、あまり人に気を使いすぎたりとか、いい人を演じるのは良くないなと思って、それこそ人に嫌われることもやっぱり腹をくくらなきゃいけないと思うし、まあ、嫌われてもいいやって開き直れたりとかして、まあ、そこからやっぱり時短にもなったし、あれこれ気を使うこともなくなったし、まあ、言いたいことはズバッと言うと、まあ、言い方はどうかわかんないですけど、まあ、そこでね言い方とか言葉が違うとか、その情報間違ってますって言われようが、今現実に伝えきれる分は伝えようって思ったりとかして、まあ、僕自身はそれである意味人生が今までとは逆転したというか、まあ、時間も生まれたし、まあ、それで自分の人生と向き合うことができて、何をしなきゃいけないのかっていうのを考えて、まあ、自分の悩みとか問題を解決することができて、まあ、ちょっとずつ節約がうまくいったりとか、貯金ができたりとか、まあ、投資を始めるに至ったりとか、例えば副業とかもうまくいったりとかしたので、いい人を演じすぎるのも良くないかなと思います。直感でこの人と合わないなと思ったら、僕自身はもうそのまま疎遠になるし、まあ、たまにでいいかなと思ったりとかするので、人間関係は非常に難しいところではありますけども、まあいい意味でわがままになるっていうのは大事じゃないかなと思ったりとかもします。はい、来るもの拒まず去るもの追わずみたいなスタイルが僕はすごい性に合ってたので、まあぜひ皆さんも一回その経験をしてみるのもありかもしれないなって思います。続いて18個目です。お金が貯まる人が捨てた思考18個目は埋め尽くされたスケジュールですね。これもやめてよかったです。まあ、最初の頃は、まあ、特にサラリーマンの方とかだとなかなか難しいかもしれないし、ご家族がいる方は特にね、ご家族の時間とかも作らなきゃいけないと思うので、まあ、なかなかねスケジュールに空きを作るのは大変かもしれませんが、僕自身がその時に考えたのは、たとえ時間がないにしても、まあ、優先順位をちゃんとつけて、1日でも月に1日でも2日でもいいから自由な時間を作るためにはどうしたらいいのかっていうのをまず考えていたんですよ。で、例えば僕がしたのは、引っ越しをして職場へのその移動時間を短くすれば、まあ一日の中でも数時間時間確保できるし、例えばテレビを見ないとか、漫画は読まないとか、まあ無意味な自己投資はしないとか、長電話はしないとか、まあ例えば、まあこれ人にもよるかもしれないですけど、デートの時間はちょっと短縮するとかね、デートを毎日するとかじゃなくて、まあ週に1回にするとか、あとは飲み会に行かないとか、本当にそういう細かいところの積み重ねで、1日の中で例えば5時間6時間でも時間が生み出せれば結構大きいと思うし、それが年間になればね、すごい大きい時間が生まれるわけじゃないですか。で、僕自身は結果的に働き方を見直したりとか、それこそ人付き合いも見直して、やっぱり仕事と人間関係で結構時間が奪われることって多かったなと思ったから、じゃあ人間関係を減らそうともなったし、働き方も今すぐには変えられないけど、将来的に時間を作るためにはそれこそ YouTube とかブログをやった方がいいなと思ったりとかね、ストック型の収入を得られるようになったりとか、まあ半不労所得みたいな、まあ、その働かなくてもお金が生み出せるシステムを構築した方が、まあ、時間にゆとりが生まれるかなとか、まあ、いろんなことを考えてスケジュールにはゆとりを持つようにしました。で、やっぱ時間が生まれないと、例えばねお金のことを考える時間とかもなくなっちゃうし、節約しなきゃいけないけど節約できないってなっちゃったりとかね、時間に余裕がなさすぎて忙しかったりとかすると、そうだからやっぱりまずは時間を作るってすごく大事だと思うので、1日1時間でも2時間でも
いいから時間を生み出したりとか、あとは隙間時間を有効利用するっていうのはすごく大事だと思いますので、まあ今現時点でねスケジュールが埋まっていてチャンスをつかもうにもなかなかつかめないと忙しいっていう言い訳ばかりしてる方とかは、なるべくね、まあ1日5分でも10分でもいいからできるところからやると、まあ、5分時間が生まれたら部屋の片付けをするでもいいし、何か副業をねちょっと準備をするとかしてみるとかでもいいので、ぜひね時間を有効利用するっていうのは大事だと思いますので、参考にしてみてほしいなと思います。続いて19個目は、古い名刺と連絡先、これを手放してよかったかなと思います。いわゆる人間関係ですね、これを見直すっていうのはすごく大事です。さっきも言いましたけど、やはり、まあ、交際費もそうだし交際時間とか、やっぱその時間とかお金が奪われる要因になるんですよね、人間関係、人付き合いって。もちろんいい関係はそのまま継続するのは大事だと思いますけども、まあ、昔の僕の人間関係ってほぼほぼ8割9割はなくてもいい関係だったんですよ。いなくてもまあそこまで、まあ、ダメージがないって言ったらちょっとあれですけど、まあ、生活に支障が出なかったんですよね。だから本気で人生を変えたい方は一回連絡先とか、まあ、それこそ今の時代だと SNS のフォローとかも一回外したりとか消したりするのも大事じゃないかなと。でさらにはまあサラリーマンの方とかであれば、まあ、古い名刺とかもあると思うので、まあ、半年とか1年間も付き合ってこなかったようなね会社とか取引先とか、まあ、人とかであればもう古い名刺も全部捨てていただいた方がいいんじゃないかなと思います。わざわざ取っておいてね、またいつか連絡するかもしれないとか、いつかまたお世話になるかもしれないと思っても、そのいつかってまあ来ないし、でやっぱそういういつかの人だらけになっちゃうと、今大事にしなきゃいけない人がないがしろになっちゃって、結果その方その会社との取引もねダメになっちゃう可能性もあるので、今に集中するっていう意味でも今大事にしなきゃいけない人を大切にする、そこに時間とお金を使った方がお互いにとって今を幸せに生きれると思うし、そういつかの人を大切にするのはちょっと僕は間違いじゃないかなと思います。そして最後20個目です。お金が貯まる人が捨てた思考、まあ、これ言葉かもしれないですけど、20個目、お金より大事なものがあるという言葉ですね。これを手放してよかったかなと思います。まあ、当然なんですけど、お金より大事なものがあるのはもう当たり前の話であって、わざわざそれを口にするまでもないかなっていうのはよくあるんですよ。で、僕自身も昔はいやいやお金より大事なものがあると思っていたし、そういうことを言っていたし、でもそういうことを言ってるうちって一向にお金がたまらないし増えないんですよ。だけど、まあ、僕も言わなくなってお金が増えたし、かついろんな、まあ、それこそ、まあ、お金をたくさん稼いでる人とか資産をたくさん構築してる人の、まあ、SNS を拝見させてもらったりとか YouTube 見たりとか直接会ったりとかしていると、お金より大事なものがあるって言ってる人って本当にごく少数なんですよ。皆さんも多分思い返してみるとそういう風に実感してるんじゃないかなと思います。もうお金より大事なものがあるのはもう当然の話で、だけどお金がないと生きていけないわけじゃないですか。そう、生活には絶対お金がかかるわけだから、もちろん一番ではないにしてもね、お金がでも大事なものであることには変わりはないので、やっぱ人生の財産って、まあ、健康だったりお金だったりとか時間だったりとか、あとは、まあ、大事な家族とか人間関係だったりとかね、あとはまあ物だったりとかもするかもしれないですけど、必ず大事なものの中にはお金っていうものが含まれているので、だからそこと向き合わないことには人生変わらないのかと思います。だからやはりお金より大事なものがあるって言ってるうちはやっぱりお金と向き合えていないのかなって思ったりとか、真剣にね考えてなかったりとか将来のことも考えてなかったりとかするかなと思うので、まずはそういうことを口にするのをやめていただいて、真剣にお金と向き合って、まあお金を稼ぐのか節約するのかはね、その人の状況にもよりますけども、まあそう言って言い訳するのはまあやめた方がいいかな、僕自身はやめてよかったなっていうふうに思います。ということで今回の動画は以上になりまして、本日の動画ではお金が貯まる人が捨てた思考を20個ご紹介させていただきましたので、共感した部分とか参考になった部分があればもう今日からね実践してほしいなと思います。そして最後ちょっと告知だけさせてください。9月に大阪でミニマリスト交流会開催いたしますので、興味のある方、参加したい方はコメント欄チェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。